いや、実感歪んでるのかな。そういったね、チケット系嬉しいですね。こんにちは、くまみきです。皆さん、2021年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。ということで、今日の動画は新年一発目、じゃ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 ーん、スタバの福袋開封やっていきたいと思います。なんとこちら初当選でございます。いやー、かわいいバッグがすでに、そしてちょっともう中身見えてるんですよ。わーとか言ったけど、チラチラ見えてて、すっごくすぐ開けたいので早速お見せしたいと思います。まずね、麺に入ってるのが、かわいい、じゃん、1個目クマのぬいぐるみ。あれあれ、今年って何年、あれえあれ、今年って21年ですよね。今ってカレンダー、カレンダー、あ、2021年ですよね。ちょっと今びっくりした。え去年、え、あんま、あまり、え、なにこれ、スターバックス2020、あれれ。どういうこと。もぎゃさん、あ、もぎゃさんも明けおめにな、みんなにおいで、はい、みんなもじゃだよ、明けおめ。全然カメラ見ない。なんか2020なんですけど、可愛いからよしとしますか。あ、ぴょこん。ちょっと待って、首もげる、首もげる、よいしょ。あら、くまさん出てきました。可愛い、いや、なんか裸感がすごい恥ずかしい。いや、え、可愛いんですけど、なぜでも2020年わからない。はい、というわけで1個目がだるまのくまさん。続いてすごい目立ってるこちら、なんかね、これも2020って書いてある。あれ、私なんか実感歪んでるのかな。2020ポータブルピクニックマット。ちょっと時空が、私今どこにいるかわからなくなりつつ開封していきます。あー、大きい、結構、あ、すごくいい、いいですよこれ。ビャビャーンと大きいやつで、裏がこういう保冷剤みたいな素材になってるんで寒くなさそう。っていう大きいピクニックマットと、次は、次こそは、じゃん、スターバックス2020。ん、こちらはパパ、あ、かわいい、だるま富士山、犬とか、なんか和柄な感じの手ぬぐいでございます。これかわいいね。あ、招き猫とかもいる、かわいい。あ、やっと私は2021年を感じている。こちら、スターバックス福袋2021ドリンクチケット6枚入りということで、なんか可愛らしいパッケージなんですけど、こちらが1月1日から6月27日までお好きなドリンク1杯と引き換えできるドリンクチケット、嬉しい、めっちゃ嬉しい。そしてこっちはコーヒー豆引き換えカードだって。これは6月30日まで使える。こういったね、チケット系嬉しいですね。そしてなんかチケット嬉しいより、やっと2021年なんだっていう確認ができたことが今一番嬉しいし安心している。なぜなぜこんな展開に。続いてはこちら、あ、ちょっといい匂いがする、レギュラーコーヒー入ってました。あ、もういい匂いが漏れてる。からのこちら、マイタンブラーで新年を始めよう。これちゃんとグッズ系だけど2021。じゃじゃん、あ、かわいい。パッと見ね、なんかシンプルな感じかなと思ったら、じゃーん、結構カラフル。ほら、かわいい。さっきのこのドリンクチケットとね、似たようなデザインになってまーす。蓋のところもね、スタバのマークになってる。そして、最後なんですけど、なんだこれ？これはちゃんと、スターバックス福袋2021ドライアングルクッション。ドライアングルクッションとは？はい、こんな柄になっていて、こう、わかるかな、3つに分かれてるんですけど、ここにマジックテープがついていて、このまま広げてお座布みたいな感じで使ってもいいし、これをマジックテープのとこくっつけて、こうちょっと真っ暗みたいにしてもいいって、このね、入ってる紙に書いてあります。これはなかなか面白いね。なんか腕にはめてさ、こうやってお昼寝できそう。血圧測るやつみたいになってるけど、こうやってね、
はい、面白い。このタイプのクッションは初めて見た。はい、というわけで以上でございました。すっからかーん。てかこのバッグがめっちゃ使いやすい感がすごい。なんかね、ここの取っ手のところがすごい長いんですよ。きつめだとこうやって肩にかけられないんだけど、すっごくいい広さ。そしてここにポケットが3つっていうのもめちゃめちゃ使いやすそうなんですけど、え、よくない？かわいい。内ポケットとかはないんですけど、でも外に3つポケットあるから十分ですよね。裏面は結構スッキリした感じです。はい、というわけで以上がスタバの福袋開封でした。嬉しい。なんか毎年毎年いろんな人の YouTube 見てさ、いいなってしてたから嬉しかったです。はい、というわけで皆さんは福袋今年何か買いますかね。私はどちらかというとセール派なんですよ。福袋で何入ってるか分かんないよりセールで好きなものを安く買う派なんですけど、ちょっとスタバはねずっと夢だったんで、今回はい開封動画が撮れてめちゃめちゃ嬉しいです。でも、うん、そうだね、食べ物系はちょっと今後いろいろ買ってみてもいいかもって。年を明けてね、いろんな人の動画見てから気づくんだよね。うんというわけで皆さん、こういう福袋買ってよかったよとか、なんか情報あったらぜひコメントでお待ちしています。というわけで今日の動画楽しんでいただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。それじゃバイバーイ。それでは最後に今日のリップとお洋服紹介です。今日は牛年ということで牛の帽子をかぶりました。こちらはセブンズで購入したものです。謎にミッキー着てますけど、こちら GU です。そしてリップが花笑みマーブルリップ&グロスの系統です。それでは皆さん、今年もよろしくお願いします。バイバイ。